度肝を抜く見た目のこのコース、激しいレースになるのは間違いなさそうだ。マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだ。巨大な壁を華麗に突破だ。頼んだぜ、俺のドラゴン。今日のライバルは寝る間も惜しんでカスタマイズをしているらしいぞ。成果が楽しみだ。注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。よし、いや、ゴー、行け。各マシン一斉にスタート。その調子、何が起こるかわからないのがポケサーだ。足元を踏まれるなよ。だよ、カズマ君のマシンが追い上げを見せる。おっと、カズマ君のマシンが抜かれてしまった。カズマ君の気合がマシンへ伝わっているようだ。いつの話でコースに早いな。おっと、このままではコースアウトしてしまう。ご覧ください、逆転へのブーストだ。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。栄冠を掴むのは誰なのか。ミニジャンプゾーンだ。なかなかいいじゃん。みんなのカスタマイズが光っている。カズマ君のトップ、そうできそう。後半戦に突入。いい感じ。止められねえ。ポケサーなら下克上の大歓迎だぜ。このまま勝つぜ。あーっと、踏ん張れるか。すごい進化だな。これがカズマ君のベストだ。トップを走り続けている。よし、行けるぞ。足元を救われるなよ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。まずは追いつかないと。そのわけよ。みんなのカスタマイズが光っている。もっと早く。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。いよいよファイナルラップだ。何のカスタマイズもある。このまま勝つ。嵐の前の静けさなのか。カズマ君のマシン、豪快な走りで一歩腕利き。おめでとう。走れ走れ。なかなかいいじゃん。勝者はカズマ君だ。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。また参加してくれよな。